はい、皆さん、こんにちは。ファンの A さんを組んでいきたいと思います。ネタで、グッズ飾ってるとこ紹介してほしいです、みたいなことあったんだけど、やれるならやりたいんだけど、私、完全収納派でして、全部箱に入れてしまっているので、紹介するものがないというか、そう、飾ってないんだよね、私。こんな感じで入れてて、紙類は、この箱に全部入ってて、ここに全部入ってます。はい。これ合計が154個くらいかな。これ全部入っちゃってるからさ、紹介する内容がないんだよね。そこまで。だから、ちょっとここの動画で収納していただくかな、みたいな。缶バッジは、板バッジ作るときは、缶バカバ入れる派なんで、入れます。終わった46分もかけようと。とりあえず横から組んでいこう。一番最初は、ここから、ここに一番最初なのに入れて、1、2、2、3のとこに入れる。3マス目のとこ。で、次は、これも3マス目のとこすぎる。1、2、3。こんな感じで、どんどん、3で、縦を続けていく。こんな感じで縦10、次横8作っていく。横は1、2、3、4、5、6のとこにつける。いや、よく聞かれるけどさ、なんかランチョンマット切るんですかとかよく聞かれるんだけど、大きさ的にはみ出しちゃうから毎回ちょうどいい大きさに切ってる。そして私は無言でやってると思われるかもしれないけど、バリバリ YouTube 見ながらやってる。いけたぞ。ここの線からウィーンってやって、ここからウィーンってやって、その心ポイントに刺せばいける。終わった終わったよ。できたいや、近かったな、思った以上に。看板が作るので、40分。板場作るのに1時間。板場入れるのに10分。だからね、看板入れてると、だいぶね、そう、幅がね、変わってくるから、入れづらいのと、あと、板は作ると、針の方向が意外と結構曲がるから、そういうのが嫌な人は作んない方がいいと思う。作り方は、こんな感じでした。じゃあ、バイバイ。